土橋一時5月6日から1954年4月22日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。鹿児島県出身。土橋二郎介の次男として生まれる。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月陸軍士官学校を卒業。翌年6月、方兵将尉に任官し、 この絵方兵連帯付となる。1910年11月、陸軍方向学校高等科を卒業。1917年11月、陸軍大学校を卒業した。方向学校教官、兵器局会員、中国出張などを経て、1922年7月から1928年7月まで、北京政府王兵による北京陸大教官を務めた。 死な中東軍司令部付け、第六師団司令部付けなどを経て、1930年8月、砲兵大佐に昇進し、長崎要塞司令官に就任。野戦中砲兵第七連隊長、台湾軍参謀などを歴任し、1935年8月、陸軍少将に進級。陸軍技術本部総務部長、陸軍自動車学校長を歴任し、 1938年7月、陸軍中将となり、新編の第22師団長に親保され、中国戦線で活動。1941年3月、第12軍司令官となる。1942年末に、第12軍所属部隊で発生した館カ島事件の責任を問われて、天人参謀本部付を経て、1943年4月、予備役に編入された。 1945年3月に招集され、陸軍兵器本省付となり、翌月、熊本市管区司令官となり、終戦を迎えた。同年10月に招集解除となった。ありがとうございます。